高速移動中のターゲットを捕捉、軌道を予測。はあ、すごいな。手首につけることもできるよ。いやいや、ヒーローとまでは言わない。でもボスの命を救ったのは事実さ。おいオサ、待てよ。一緒にセルフィーは撮らないって言ったよね。わかってるって。でもやっぱりさ、ハイテクは何かとバズりやすいだろ。だからどうかな、撮影用におもちゃを一つ貸してくれないかな。おもちゃの中には5000万ドルするのもあるんだよ。観光客には遊ばせてるのに。彼らが壊してもレインボーが買い取る。もてなすのが狩りの意向ですね。ああ、狩りね。例の件か。だって何だったっけ。秘密だよ、ヒーローさん。いいだろ、俺はここを建てるのも手伝った。知っとくべきだろ。今はインビテーショナルに集中したらどう。うちの物理学者に自慢ばっかしてないで。生物学者かと思った。みんな同じに見えるの。は？女が？オタクだよ。へえ。やっぱり撮影に協力するよ。本当に？やった。もちろん。少し左にずれてくれる？こうか。バッチリ。はい、オタク顔。これ以上邪魔するならこいつをばらまくよ。勘弁してくれ。狩りには言わないでくれよ。はいはい。ショータイムね。